った高木です。最近さ、このイメージが前やったらラーメン系やったと思うねんけど、ちょっと焼肉のイメージ出てきてね。あ、確かにそれはあるかもしれない。焼肉をちょっと食べたいなと思って、で今までやってそうでやってなかった企画やねんけど、焼肉だけで3日間生活したら果たして太るのか痩せるのか。なんかその焼肉の部位でもさ、なんか赤身が多かったら逆に肉ダイエットになるとかっていうやんか。ああ、確かに言うな。そうなんですよ。だからお肉、焼肉だけで3日間生活やっていきたいと思います。なるほど。まあ、最初に体重測定してちょっとやりたいなっていう感じなんやけど、場所としては別にどこの部位でも食っていいようにするから、なんかホルモンとかでもいいし、例えばまあまあ好きな部位を本当に3日間肉だけを、焼肉だけを食うみたいな。でもやっぱりこう肉を食べ続けることってすごい大事だと思うんだよな。なんかこうテレビかなんかで見たんかな、肉を大好きでずっと食ってるけど急にパタって一回やめようってなったらしいね。なんか、じゃあなんかこう男の人やってんけど、なんか男としてのこうなんか闘争心みたいなものがちょっとなくなっていく。肉を摂取せんかったら。で自分どっちかって魚派やから。そうやな。ちょっと肉を3日間食べ続けて、もっとこうアクティブに YouTube に対しても何に対してもこうなんかもう闘争本能をもう一回ちょっとむき出しにして頑張っていきたいなっていう意味合いも込めて、やっていきたいなっていう。あてな感じで体重測っていきますか。わかりました。1日目ということで今日から何なんでしょう。ちょっと気悪いな。お前もう60だってくれよ。じゃあ5人で60にする。じゃあ 60.1 で、はい、検証スタート。それではね、3日間生活早速やっていきましょう。たけやきショー着いたぞということで、まあ焼肉3日間生活ということで、1日目の1食目は、まあ、ちょっとたけやきにルーツがあるような場所、まあ、西成じゃないかなと。やっぱこう西成のこうイメージみたいなもんもついてきてるかなと。確かにね。だからまあ1食目ちょっと行きますか。はい、行きましょう。いやでも本当にな、何回来てもさ、西成ってディープやもんな。もうさすがに慣れたけどさ。確かに。やっぱ YouTube って、うわ、すっごいすっごい動画で映されへん、もう踏んだやん。踏んでない。踏んでない。午前お願いします。お願いします。おきに、おきに、おきに、ありがとうございます。あ、どうもこんにちは、ありがとうございます。なんだお前もう。これが西成や。グイグイやねんな。というわけで本日は鳥坊主という、一人焼肉の店に一食目やってきました。はい。これ一発目から濃すぎん。なかなか視聴者さんからしたらさ、朝から家系ラーメン全部マシマシ食ってるみたいなもんじゃない。以前も来させていただいたんですけど、まあ、一人焼き肉の店ということでいただいていきましょう。はい。あとジョーカルビー一人前だけで。はい。何物はどうします。飲み物どうしようかな。おっと、まさか1日目の一発目から。マジか。ライムチューハイで。ありがとうございます。ライチュー。ライチュー。ほら、お疲れ様です。上カルビです。うまそう。かわいいな。どうも。可愛いなって。だから買うのない。ジョーカルビ、これが今日のおすすめや。美味しそうやね。1人前で 100g あるってすごいな。あ、結構な量やんなこれ。真ん中が梅の。あ、梅や。前梅のタレなんてありましたっけ。あった、なかった。なんか新しく塩物とかね、縄文とか油が多いやつ、うちさんぽいっすね。なるほどなるほど、まあ、確かに油身多いっすもんね。うん、うまい。いやこれいつも言うねんけどさ、上になればなるほどさ、油っぽすぎてなこう苦手でなんかあんま食えんくなってくる量、はいはいはい、美味しいけど、これのタレやったら量食えるわ。いける。うん、うん、うまい。ショーにとってさ、焼肉生活はさ、ご褒美、それともちょっと嫌なっていう気持ちもあるの、どう。うーん、共存してるかな。情報量めちゃくちゃ多いねんけど。どうした。いや、あんだけ犬すごいな、多頭飼いが。ダニエル・ラドグリフかな、思ったわ。たったいまーというわけで、1日目の夜なんやけど、西成行って、で、まあ、そこから仕事いろいろしてて、まあ、晩飯何を食おうかなというとこで、まあ、こちらちょっと、まあ、お弁当家で食べようかなってことなんやけど。漆黒のこれ、高級感、まあ、皆さんこれ何の焼肉かわかります？
ます？ジョジョ園の焼肉弁当買ってきました。すげえ。初めて食うわ。ジョジョ園の弁当、ジョーカルビ弁当買ってきました。じゃあジョジョ園さんのお弁当。大阪で1店舗しかなかったのに。すげえ。これすげえ。これ何でしたっけ？だってね、4500円ぐらいした。嘘嘘そんなした？結構したよ。そんなした。4500円です。でもさ、昼間西成からのジョジョ園はちょっとすごくない？グレードアップが。軽自動車乗ってたのに次買い替えるのにベルトリーに買い替えるみたいなもんじゃない？いや別に軽は軽の良さあるけど、急にそんなに変えちゃうみたいな。確かに。それではいただきます。うわぁ？やらかっ、何これ見てわかる、もうプルプル、もう下手しなんか油やんなこれの。うますぎる。ジョジョンってさ、うん、なんかこう雰囲気みたいなもんもあるやん。あ、実際に行ってからのこうなんか高級的な雰囲気で、まあ、それでなんか味も余計美味しく感じられるみたいなさ、うん、とこあんねんけど、まあ、だから冷静にこれ弁当で持ち帰って家で食うってなったら別にまあ普通に自分で例えばそんなのスーパーで買ってくるのと変わらんわけやんか、シチュエーションとしてはさ。まあ、それでもめちゃくちゃうまいってことはやっぱジョジョンうまいってことなんだ。関係ない、どこで食ってもうまい。おはようございます。2日目の昼ということで、まあ、ちょっとさっき買い物行ってきて 10% 引きの焼肉を、焼いていきたいと思います。まあ、たまには自炊もそうやなねと思って、一人やからホットプレートじゃなくてもうフライパンで適当にグワッ炒めるわ。まあ、それこそさ、普段動画では焼肉食ってるけどさ、肉食ってるけどあんまり普段プライベートで食うことなくてさ、昨日1日肉食ったっていうのも自分にとってはすごい珍しいことで、朝とか超元気やったよね。今日元気やん、すごい元気や。でんごでんごすってこでん、ハロー、ハローばあちゃん、ショウやで。あ、ショウちゃん、うん、久しぶり。なんかコメントでもさ、ばあちゃん出てほしいみたいなあるけど、まあこの時期やからさ、もう極力会わん方がいいやん。まあだから特別お電話で出演です。キャッ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 ってこうなやりたいんやけれど、人の話聞いてないな。ばあちゃん、はいはい、かぐら待って。かぐら、うん、じゃあかぐら回るわな。うん、よし、行くで。うん、ばあちゃんと電話して元気出たわ。食べよう。あれ、んてかこれどうしたの？何が？え、この机の上があれやん。あ、これ、いや、これめっちゃ懐かしくない？デジモン、うわ、デジモンカード懐かしい。いや、マジ懐かしいよな。懐かしい。もう同世代やん。いや、兄と僕昔からめっちゃデジモン好きやんか。見てたね。で、動画とかでもちょいちょい話してるやんか。うん、言ってない。ミミモノマネやってた。なんかそれでなんかもらったんよ、デジモンカード。なんか今年4月に新しく始まった商品らしくて、デジモンカード、なんか本当にこれさえ買ったらなんかすぐ遊べる状態のこのなんかデッキが入ってるらしいから、ちょっと500円よ。え、マジで？それワンコインでもう遊べるからね。で、毎回これ話すねんけど、なんか昔話してる時、覚えてる？最終回も見てた。もう本当にこれね、超有名なシーンやけどさ、最後お別れするやんか、デジモンと。で、なんかミミーごめんね、ミミーとか、はぁとか言ってこけて、麦わら帽子がこうふわーって見ながらさ、無限大な夢のって流れるやんか。そこ感動する場面やのになぜか爆笑してた記憶あるんやね。こけたみたいな。子供やからもうなんかその思い出めっちゃあるわ。あ、そうなんや。スマホ向けの無料のアプリでなんかやり方とか説明してるのもあるらしいから。あ、そうなんや。なんかルールとか遊び方とかすぐ分かるらしい。今度ね、普通にやろうやん、マジで。え、一応やりたいわ。なんか昔のデジモンカードもなんか集めたなんか経験あるからさ、ああ、なんか新しいのもなんか普通にすぐなんかまた集めたいなのも。昔も人気あったけど、また今僕ら世代にも人気らしいよ。あ、そうなんや。まあまあまあ、うわーってなもんな。僕ら向け、本当に20代のあの頃を見てた人らがまたやってほしいよね、これ。めっちゃ話だけど、今約3日間やった。ほんと嫌やもん。ふと現実に。そう、余計なことなんて忘れた方がマシさやで、ほんとに。じゃあ、いただきます。うん、ごちそうさまでした。
はい、夜になったということで、ちょっと今あるところにね、車を走らせてるんですよ。それはどこですか？そうですね、久しぶりに実家に帰ろうじゃないかということなんやけど、今回これあるじゃない？初めて父親が、わあ、マジか。いやもう出なさすぎてさ、音おらんもんみたいな噂も立ってたぐらいからさ、まあってな感じで久しぶりに実家に帰って焼肉食いましょう。初めて、はい、父がどけてくれたということで、そういうこと、まあ、初めてこう家族ね、5人で動画撮ってるということで、皆さん乾杯、はい、乾杯。さっき動画でも言ってんけどさ、うん、ほとんど出なさすぎて、はい、片声なんじゃないかっていうコメントが初めてやもん、ちょっと余ったもん、何年目にして初めて、こんだけやってたら動画撮ってる時にさ、緊張することないやん。緊張するもんね、やっぱ。あ、隣に隣の父がおるんやで。異例やな。緊張するよ。まあでも5人家族でさ、兄も一緒に働いてくれて、まあ、弟手伝ってくれてるやんか、うん、両親から見てどう思った、うん、そういう、まあ、状況。まあ正直、お前ら大学3人出てやってるのがこれやからな。最初はな、大学出て何してんねんっていう感じやったんやけど、結局今の時代の波に乗ってる仕事やってるからな、結果的にはこれが正解なのかもしれんな。お前らさんに仲良く仕事してくれてるのはそれ一番ありがたいな、まあ、俺も定年退職したからやっと止まらなかったかもしれない。最終職、最終職、社員増えんのか。YouTuber って言うんですけど、あいいよ。あざです。こんなに住んでるんですか？え？こんなに住んでるんですか？あ、僕はちょっとこの辺やけど。まあ、警察がいいんけど。あ、警察官さん？え？あ、そうなんですか？いや、顔見てわかりません。いや、あの普通になんか。違う。飲んだくれのっちゃけ。はい、というわけで3日目ということで、1日目に鳥坊主っていう一人焼肉の店行ったと思うんですけども、その時におすすめの焼肉屋さんっていう、まあ今まで行ったとこないとこ行きたいなと思って教えられたんですよね。それが山ちゃんやったっけっていう店があるんで、まあそんなにちょっと回りたいなと思ったら、まあちょっとおっちゃんに絡まれたっていう。すいません、山ちゃんじゃなくて中ちゃんっていう店でしたわ。まあとりあえず最終日1食目食いますか。ここか、めっちゃええ匂いやな。なあ、ええ匂い。いやだから3日目になっても、この匂い嗅いだらマジ食欲そそるわ。確かに。ほんまに。あ、OK、ありがとうございます。うーわ。こんなもん用意してもらっても、本当に。ありがとうございますやわ。いただきます。あ、美味しい。あ、美味しい。うん、で西成知ったもん。ホルモンとニンニクと七味が合うっていうのは。ああ、西成が教えてくれた。うん。まあ、言うたらさ、ノーマルタイプがこうアグモみたいなもんや。はいはいはい。で七味をかけたらグレーモンみたいなもん。はい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 。でもニンニクとこれ混ざったらもう飛んでウォーグレーモンみたいなもん。なるほど、ね。究極体じゃないもうこれ。はい、というわけで最終日、まあこれ最後の晩餐みたいになるやんな。そういうことね。言い方悪いか。服部さん、一人焼肉でもあり立ち食い焼肉でもある服部さんという、焼肉屋さんにやってきました。すごい雰囲気。目の前にブースがあって完全に立ちの状態なんです。すごいね。すいません、おすすめ何が一番おすすめですかね。橋はですね、橋は中鳥のほぼと無理。焼き鳥かしわ、あんま確かに食ったことないかもね。そうだね、面白いな。それ行くか。すいません、じゃあかしわください。ということでかしわ届きました。桃と胸2種類入ってる。お兄さん、これで何ぼですか。1日目が250円です。安っ、250円。ここもそうなんよ。1日目に鳥坊主さん行って、そこのおすすめがさっき言ったあの中ちゃんやんか、うん、でそこからのおすすめがここなんよ。なるほど、つながってるんやね。そうそうそう、だからつながってるんよね。だって同じさ地域でさやってるわけやんか。そうやな、言ったらライバル店なわけやん、うん、シンプルにそのライバル店もさ美味しいって言えるってすごいよな。確かに。タレ、味噌系のタレやねんな。いただきます。うん、
うまっ。このボリューム250円すごいよな。うん、うまい。ウインナーと一緒でさ、はあ、ちょっと焼きすぎちゃう癖あるんやんな。いや、ほんまにそうなんやな。マジでそうやねん。いや、これはもうマジばあちゃんの教え。よくやったね。いやでも楽しめたけどね。あ、ほんまに、うん、やったらよかったよ。なんかいろんな店行けたからさ。確かに焼肉だけじゃないの、そのホルモンとかもさ、うん、ここもなんか鶏がメインとかやったからさ。あ、そうやな。行きますか。はい、はい、それでは3日間食べきったということで、闘争心が湧いてる。3日間も食ったらもうすごいよ。いや、今やったら朝倉未来さんとスパーリングを、うん、こう他の人がやってるのを見たい。見んのかい。うん、直接見たい。やらんのかい。自分はもうそういうのちょっと無理なんで。じゃあ測っていきましょうか。はい。何キロだったっけ。 60.1 とかやったやんな。 60.1 やったね。じゃあちょっと服脱いでいきたいと思います。あ、おおー、60.9、 0.8 キロ増えましたね。おお、もう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 。はい、というわけで、3日間焼肉生活して検証結果 0.8 キロ増。お疲れ様でした。まあ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 、体重は別にさほど変化ないかなっていうのはありまして、まあ変わったことで言えば、本当になんかこう、気持ち的にすごいガッツが出た、今回。2日目、3日目から特に。なるな。ニンニク食ってる時と同じ感覚なんかも。あの時もすごいなんか元気になるっていうやんか。なんか焼肉にもそれあるなと思った。やれてよかった。よかったよ。うん。この企画本当にマジで3月までにやれてよかったわ。3月まで？そうなの？だって、焼肉やろ？うん。肉やろ？うん。19歳やからさ。ほんまな、西田行った時にヤマキも行こうとしてんけどな。ああ、せやな。めっちゃ最近混んでんのな。ヤマキすごいっすよ。もう今もう行列できて1時間ぐらい並ばなかったんちゃう。もう多分そのレベルな。うん、ハミドリやん。いやな。はい、というわけで今回ですね、2日目に紹介したデジモンのカードなんですけど、こちらたちですね。今から始めるのにぴったりの500円のスタートデッキが追加で3種類なんか販売されるらしいんで、ぜひ皆さんチェックしてみてください。昨日さ、ちょっと奥さんとやってみてんけどさ、うん、昔集めてたデジモンカードめっちゃ難しかったんけど、うん、今のはシンプルでめっちゃわかりやすかった。あ、そうなんや。うん、500円で好きな色を買うだけですぐに選べるんやね。はい、というわけなので皆さんもぜひ遊んでみてください。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。